はい。これはおそらく月曜日の報酬が終わった後の動画に混ざると思うので、土日かな？にお伝えすることになるかもしれません。ただですね、月曜日の報酬をもらった後、月曜日の移籍市場はこれだけ溢れているので、いろいろちょっと転売用の商品を買ってみました。ここまで、土曜日、日曜日の、ディフェンダーしかね、ちょっと調べてないんですけど、土曜日の値段はこんな感じ、日曜日の値段はこんな感じみたいに、ちょっとリストを作ってみたんですね、自分なりに。もしかしたらそういうページがあるかもしれないんですけど、あえてね、自分で実数で調べてみました。で、その中で、月曜日の方が値段が安い場合もあれば、土曜日の方が安かったり、これは金曜日のね、ウィーケンの報酬で、の方が、ランクが高い選手がいっぱい出るので、まあ、マグはオンラインやんないんで、引けないんですけど、強い人たちはね、そっちでレートの高いパックを引いているので、ランクが高い選手に関しては、今まだ高騰中って感じですね。なので、月曜日はどっちかっていうと、何です？ 80 以下の選手が溢れる感じですかね。だから、本来は300、400で買い漁った方が、いいかもしれないですね。前回みたいにね。はい。というわけで、取った選手をちょっと紹介。一応これは転売用の選手と、1週間で1回はね、ちょっとチームを強くしようと。前から言っている難易度を上げたいって言ってたんですけど、単純にね、自分のチームを強くすれば難易度を上げられるんじゃないかということで、1チームにつき1人は選手を獲得していこうと。そういうふうに考えて、今、例えばこれ J リーグチームにはセンターバックがいないんで、吉田麻也取ってみたりとかね。まあ、下に値段書いてあるんで分かると思うんですけど、350で取れたから、まあいいかっていう。ここら辺の選手がね、多分、いっぱい流れるんで取れそうですね。で、プレミアリーグ縛りの方では、同じようにセンターバックを、ストーンズとラポルトを獲得しました。で、ラポルテ？どっち？に関しては、土曜日にね、3000で売れてるのを見てるんで、転売ですね、これはね。ストーンズは売れてませんので、マグが使いましょう。この金額で取れたから、安いっしょ。で、結構溢れかえるサビッチ。これ何でしょうかね。結構、あちこちで売られてるんですけど。でも、売られてる金額はもうちょっと高めだったんで、850で取れたんだったら安いんじゃないでしょうか、と。で、あと他にもこうやって3桁とかね、結構安めの値段で結構取れてるんで、これを4桁にして土日に売るっていうことをやっていきたいなと思ってます。ね、ここら辺もほら、そんなに高くないでしょ？でも80以上の選手なんで、なかなかなんじゃないかなと。で、ガブリエルは被りましたね。2人とも取れちゃったんですね。で、実はアーセナルのセンターバックって、ムスタフィ取りたかったんですけど、ムスタフィよりガブリエル・パウリスタの方が安いってことで、ガブちゃん使おうかな。で、それ以外にもね、ガブちゃん狙ってたんですけど、なかなか取れなかった。で、ダビド・ルイスはやっぱり無理でしたね。ダビド・ルイスも、転売でね、開始時の価格が安かったんでね、ちょっと5000で取れるかどうかチャレンジしたんですけど、土日と同じ6000で落札されちゃってるんで、値段変わんないですね。土曜日も、日曜日も、月曜日も。この辺のね、選手も全く値段変わらずということで。で、月曜日の場合、安いっていう選手だけ取れたって感じですよね、やっぱりね。この辺は普通のスカッとボトルの報酬で出やすかったのかな。じゃ、これは全員、うちにいらっしゃい。こっちだった、ボタン間違え。全部で18選手獲得しました。レギュラーもいれば、転売もいます。で、2人重複なのか。スモーリング重複してたんだ。ここら辺は移籍リストに 売ることになりますね。転売ということで まあ、まだね、土日まで温めてから売ります。はい、じゃあまた、ここからはね、ちょっとカットします。また300、400の選手をかき集めておきたいと思います。はい、じゃあカット。
はい、どうも、マグマグマグロンと申します。お、なんか、ロードトゥーザファイナル。なんか始まってるみたいですね。ここら辺がパックからの入手期限って1週間って書いてあるんで、パックで出るのかな？わかんねえけど。はい。本日は、11月、12日の月曜日の報酬を引くための動画になっております。やっているのは土曜日です。では、まずはいつものように、転売のお話からいきたいと思います。転売をですね、してるんですよ。70アイテム。まあ、移籍リストに70しか入らないんですけど、売却半分はいきましたね。38売却が完成しております。で、こちら移籍市場が28万って、今土曜日なんですけど、土曜日の朝、10時くらいですかね。ね、見たとき、ここ60万、ん？違うな。600万近くアイテムがここに入ってました。おそらくは金曜日の、ウィーケンの報酬で溢れ返ったんでしょうけど、土曜日の午前中でもうはけちゃうんですね。で、実は、何人かね、ちょっと優秀な選手を取ったんですけど、半値以下で取れるんで、この土曜の午前中までですね、こっから先は値段がどんどん上がると。なので、またここにある移籍リストのやつもね、転売していきましょう。はい、じゃあ今回の成果をご覧ください。ガブリエル・パウリスタはね、2枚取っちゃったんで1枚を売ったっていう感じですね。で、どういう感じですかね。で、マグがここに売ってるのはほとんどですね、倍額で売ってるんで、取った時の。その時の市場をあまり見ないで、取ったのの倍、一応市場は見てるんですけど、倍以上の値段をつけていいんだったら倍以上の値段つけてます。まあ、ざっと流してご覧いただきましょう。こんな感じですよね。まあ、だから、そんなに高値で売ったわけじゃございません。ほら、350開始だけど、600で売れたりとかね。こういうのも、ほら、結構このくすんだゴールドでもね、結構な値段がつきますね、やっぱりね。500で売れても儲けが出るんですが、こんな感じですね。で、ここら辺が売れなかった人たちか。そうね、1900とか1500とか、結構高値でつけてるのはやっぱり売れ残っちゃってますね。はい、じゃあ、まあ、ここら辺の高、あ、ゴールドレアがほとんど売れ残っちゃってるのはやっぱり高値つけてるからですよね。まあ、でも、これがこの土日でね、はけるんじゃないかなと。じゃあ、また、再掲載ということで。で、売却済みをクリアー。ただね、今コインが目減りして6万2000ぐらいまで下がっちゃってるんですけど、またね、ちょっとある程度の選手を獲得しちゃったのでこうなっております。まあ、また売れるといいな。で、今回ね、70人も売りに出したのは、ここら辺がね、11月78、6、7、8あたりで、なんかね、ここら辺に追加があったんですね。で、また今回も 追加がありますね。1日2日なんで、ここら辺の選手を中心に売ってもいいかもしれないですね。これは何です？ゴールへの嗅覚。ゴールド選手パックを取れるんだ。あ、あれですね、レートが関係ないんで、意外と簡単に作れるかもしれないですね。これはマグでも作れるかもしれなかったりして。まあ、これはね、やっていくつもりはないので、スルーします。ただ、リーグ、アンコンフォラマーの選手を持ってるんだったら売りに出したいと思います。倍額でね。あと、なんだ、縦横無尽、チャンピオンズリーグ報酬を獲得しよう。え、チャンピオンズリーグの報酬もらえんの？あ、本当だ、CL 顧問って書いてある。この辺もブンですか。じゃあ、ブンデスの選手を売りに出そう。あ、でも、レート79か。なるほどね。ちょっと、ゴールドエアも必要かもしれない。ちょっと、メモメモ。ブンデス。アンコンフォラマってどこよ？この土日限定の SBC もあるんで、これも売る。あ、バイエルンとチェルシーだって。じゃ、これも売りに出しましょうかね。あ、でも、レートを必要としないから、安めの選手でも良さそう。
さらにマーキーマッチアップもありますね。ここら辺シェフィールド対シェフィールド、これウェンズデーの方ですね。でここら辺のね選手も売りに出したいと思います。でさっき70人の選手を売りに出したのは、先週のマーキーマッチアップの組み合わせで、どこだったっけかな、なんかねいっぱい書いたんだよな。前回のねマーキーマッチアップのリーグにまつわる選手をね大量に売りに出しておきました。俺 どこに書いたんだか忘れちゃった。なのでそこら辺のね選手をあんだけ売りに出したんですけど、半分売れたということで、まあいいんじゃないでしょうか。で今回ちょっと羨ましい、まあマグにはできないやつなんですけど、こちらですね、ピエール・エメリク・オバメヤン、超欲しい、ただこれ FUTBIN で現時点で、50万コインで獲得できそうという感じに書いてあったんですけど、実際のオバメヤンのゴールドレアが70とか80万とかなんで、そっちよりは安いですよね。だからね、こっちで取るっていうのも手なのかもしれないですね。ただマグには無理でしょう。これどう、ガボンの選手とアーセナルの選手が1人いればいいのか。これはなんか簡単そうですね部分的じゃ、これは簡単そうですね。これのためだけにレア選手パック引きに行きますかいらない選手で 10人、あでもガボンの選手なんていいのこれ、どこにいんの。ガボンの選手超高くなってない多分あとアフリカ、またガボンだよ。ガボン、カメルーン、コンゴ、ナイジェリア、あただ TOTW の選手が必要って、それはもう無理やな。あこの時点で値段が高いわ。あと他は全部ですね。じゃこれだけやろうかこれだけやって、あのレア選手パック引こうかな後で、ね、まあ、ガボンの選手がいればの話ですけど、まあ、そういうわけでこれでねオバメヤンが取れるそうです。マグは無理なお話と。はい、じゃあそういうわけで今回の転売のお話はそんな感じでした。ちょっとそんなこと言うとやりたくなるわね。さああとはもう報酬の方をと言いたいところだったんですけど、ガボンの選手がいるかどうかを確認しましょうかね。え、あ、何これ、あ、ここだけでいいの。え、アーセナルでガボンの選手ってオバメヤンしかいないじゃんあー、うまいこと企んでますね。え、これオバメヤン入れなきゃいけないんだったらめっちゃ高くね。あ、なかなか悪どい SBC ですね、これは。要はゴールドレアのオバメヤンを瞳悟空にしなきゃいけないですね。ああ、これはすごい、すごい SBC だ。恐ろしいことやってきますね。はい、というわけで何もできなかった。あ、もうまだあるね。ロードトゥーザファイナルウィークリー、ジョナタン・ターだっけ。この選手の、のもあるんですね。85。なかなかいい選手じゃないですか。ドイツだけで組んだ83以上の選手で組むと。だから、あ、こっちは、こっちも結構難しそうですね。これも多分一人でしょう。ほら、やっぱりそうだ。これ、ジョナタン・ターを捧げなきゃいけないやつだね。いや、恐ろしいことしてくるじゃないの。すごい金額でしたね、今ね。ちょっと、勝負して。で、これ売れなくてもね、また、延々と売れるまで出品し続けるんでね、1週間は。これ、SBC がある限りは。はい、こんな感じですね。あんまり、移籍リスト70人になるぐらいの感じじゃなかった。50しか売れてないですね。じゃああと20人はなんか適当にさばきますかね。他に SBC とかで売れそうなのもいないし、まあじゃあこんなもんでやっていきたいと思います。はい、じゃあ次は多分月曜日の報酬になると思います。はい、じゃあカット。はい、ただいま11月11日
月曜日の月曜日の動画にこれが入ると思います。11月11日今日曜日でございます。アジスタから帰ってきて、ノルマは達成しております。でその前に、転売の結果を発表します。70アイテム中38アイテムが売却成功ということで、今回も転売やってまいりましたが、 ほぼほぼね、こう倍額近い金額で売っているので必ず損はしておりません。もしね、それで売れなかったやつは売れ残っちゃったってことなんでね、これも全部いい金額で売れたと。でまあ SBC 終わっちゃった場合もあるんでね、それで売れ残ったりとかもしてるのかな。ここら辺のね、こうなんていうの、雑多な選手たち、正直言ってね、350とかそんなので取ったか、もしくはスカットバトルの報酬で手に入れていた選手たちなんですが、そこら辺も900とかね、そんな1000とかね、即決で買っちゃったのかな、ね、そういうので取ってますね。そして出ました、チームフィットネス。これ、土曜日だったかな、日曜日だったかな、確かね、即決価格1000で買ったやつらです。なんですけど、それを1300とか1400で売るというね、小金を稼ぎに行きました。絶対に売れるやつですよね。で、正直言って、今、アーセナルのチームに入れてもいいはずなのにもかかわらず、ここら辺実は持ってたりします。エジルもラカゼットもね、実は持ってたりするんですけど、ここら辺をね、最安値の時に買ってて、今ちょっと売ろうとしてるんですけど、なかなか売れないっていう状況ですね。オーバーメアンの SBC があるんで、いずれね、また枯渇したあたりでね、ここら辺が売れるんじゃないですか。ほら、ソクラティスももういるっていう。もう持ってるっていうね。で、今回ここら辺のゴールドレアは全然売れなかったっすね。それはちょっと残念。逆に安めの選手が売れてるっていう感じなんで、ちょっと今回は SBC でここら辺のが売れるだろうと踏んで置いといたんですけど、なかなか売れなかったですね。それでも損はしないので、じゃあ、ここら辺、もう引き上げておきましょうかね。また月曜日、安値になっちゃうんですよね。スカットバトルの報酬が手に入るので、ここら辺置いといても全然売れないんでね。いや、売却済みアイテムをクリア。こういう風にしておきましょう。でもまたここら辺、一応再掲載はしておくんですけど、売れるかどうかは怪しいっすね。ね、エジルでさえも売りに出すというね、恐ろしい男ですが、いずれエジルはマイチームに入るんですけど、1週間に1回ずつ入れていきたいと思います。もうエジル取れるっていうね、財布が入れちゃえよって話なんだけど。ロードトゥーザファイナル、この選手たちが手に入るのかな、何かは分かりませんけれど。はい、じゃあちょっと先に、トレードはどうなったの。あ、そっか、俺やめたんだっけ前回。あ、結局見つかりませんでしたで終わりでしたね。ちょっとこれはじゃあ一旦引き取らせていただいて。あ、すごいですね、やっぱり月曜日の報酬の後なので、スカットバトル報酬があるので635万もアイテムが入ってますね。この辺はスカットバトルの報酬なんで、そんなにレートの高くない83以下ぐらいの選手たちがね、大量に溢れてると思うので、マグも買い漁りたいと思います。ではスカットバトルの報酬見たいと思います。さあ、おそらくはエリート3、初のエリート3になったと思うんですが、いかがなったでしょうか。お願いします、これでゴールドとかやめて、お願いエリートをください。エリートさん来たー初めてのエリートですよ。さあ、もらえるものがちょっと違いますよ。もらえるものがポーランドのユニフォームとか超いらねえんだけど、それは何だ、それ、まあ、もらえるものはもらっときますかね。コインはね、もうちょっと倍になるのは、もう1個2個上のランクいかないといけないんですよね。で、マグにとって初めてのこの
メガパックを引かせていただけるようでございますね。いやいやいや、楽しみですね。また注目のチーム、イマジンドラゴンズって書いてあるから、何ですか、プロチームですかこれは。あ、そういうわけじゃなさそうですね。何ですかこれは、歌手ですか。ちょっとわかんないですけど、調べてはおりませんので。オリジンズユナイテッドって書いてありますね。まあよくわからないですけれど、まあ、検索もしないということで、じゃあもう一気に今回はパックを引くところでもう終わりたいと思います。観戦機書いてたら時間がなくなってきてもしまいました。あら、なんかちょっと色が違うんじゃないですか。何ですかこれは。ロードトゥーなんちゃらの影響はあるんですか。マグにも、マグごときにもあるんですか。プレミアムゴールドとメガパック。これだね。これとプレミアムゴールド選手パックだからこれか。確率をちょっと見たいので、ここに来てます。あ、1% 以下でロードトゥーザファイナルもらえるみたいですね。で、プレミアムゴールドは、6割の確率で82以上なの？じゃあ、ほとんど壁ドン来るんじゃないですか？ 4% で86。欲しいですね。で、マグは今回初めてこのメガパックが引けるわけですね。で、メガパックの方は 80% ゴールド82。で、1.8。マグにその 1.8 を引けるんでしょうか。サカツクで 2% を引かない男ですよ。 1.8 なんて引けるんですか本当に。はい、じゃあちょっと一旦ちょっと動画を切ってからやりたいと思います。さあ、じゃあ行きますよ。さあ、何が来るんでしょうか。これはプレミアムゴールド選手パック。ゴールドの選手が12人、そしてレアが3人なので、確実にゴールドレアは3人いるわけですね。お願いしますよ、本当にお願いしますよ。いいですか。いいの出てきてちょうだいね。壁ドンはよろしくお願いしますよ。彩りが大事なんです。お願い、壁ドン来て、壁ドン来て。なんか演出はかっこよかったけどさ。演出はかっこよかったんだけどさ。でも81か。なんだよ。ちょっと今ね、テレビの音が思いのほかでかくてびっくりしましたね。81で最高なの？ちょっと頼みますよ。うわ、ひどいですな。ひどいですね。これは何ですか？これはライアン・バベルだったりします？まだ健在ですか？その選手は。あ、こいつ、あれ持ってなかったっけ。あー、なんかがっかりですね。まあ、いらっしゃい、あなたたちは上と。はい、じゃあ気を取り直してもう一個の方行きたいと思います。82の選手があれだけの確率で引けるって言ってんのに来なかったってことですよね。じゃあもう一回行きましょう。プレミアムゴールド選手パック、壁ドンはお願いしますよ。うん、来ないの。ああ、81が最高か。パブロ・サラビア、しかもこれ持ってそうだな。じゃあね、エリート3になってもマグの引きはこんなもんですよね。ああ、あれ、これこの間引いたな。はい、まあこんな感じです。はい、いらっしゃい。はい、行ってらっしゃい。いや、きっとメガパックはマグを満たしてくれる。これでエリートさん初めて行ったのに、いつも通りは嫌だな。お願いしますよ。1.8% を引くっていうのも見たいじゃないですか。じゃあ行きます。メガパック壁ドン、最低でも壁ドンをお願いします。それもないのは寂しい。あー、壁ドンはあった、よかった。フランス、マルセイユ、トバンだっけ。名前合ってる、なんとかトバン、
なんか今後売り出し中の若者ですよね。フランス語読みだからなんて読むかちょっと分かりにくいけど、トバンだったような気がするんだけど、違ったっけ？違ったらまあ適当に言ってるってことだね。あら、なんかひどいっすね、やっぱり。これが84超えてくれただけか。まあでも壁ドンは嬉しかった、ありがとう。あ、なんかゴールドレアでキラッキラの割にはなんかねなんかねって感じになっちゃうね。あ、むしろ契約の方がちょっと嬉しかったりして。1000で売れるチームフィットネスは1枚かなんならこっちに分かれてもよかったな、こんなポジション修正より。はい、というわけでこんな感じです。なんですかね、ちょっとテンションがあまり上がらないですけれど、まあ、ロードトゥーザなんちゃらっていうのは 1.8 って書いてあったからね、ああいうのがいつか弾ける時が来るんでしょうかね。来たらいいな、一人用で遊んでるだけで来たらいいな。はい、というわけで今回の月曜日のスカットバトルの報酬をお送りしました。ではでは、今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。はい、今売っても二束三文なんで、ここは月曜は買いの日ですよ、買いの日。よし、じゃあなんか買うぞ。